今回は館内第56弾周辺のお食事どころを紹介したいと思います。こちら桜通りですね、つけ麺の翔さんを、横目に見ながらですね、まっすぐ行くとこちら味のラーメン海賊、こちらね前から気になってたんですけど一度も来たことなくて今回ね初訪となります。こちらねとにかくボリュームがあって美味しいということで、狙ってたんですよね。僕大体ラーメンとチャーハンとか、まあチャーハン、あの中華丼とラーメンとか2つぐらい中華屋さんじゃ食べるんですが、こちらの方はねなかなかボリューミーということで、それはちょっと厳しいんじゃないって言われて無理してもしょうがないんでね、もう残したらちょっと悪いし、今回はね海賊丼行かせていただきました。これねラーメン丼ぶり、大きめのねラーメン丼ぶりにドカンと入ってるんですよ。だからかなりの量ですよね。でね、もうずっと見ていただいてる方はわかると思うんですけど、僕ね飲み物が大好きなんですよね。もう飲む系、もうねこういう中華丼とかまさに飲む系ですよね。こちら嬉しいのがご飯もたっぷり入ってるんですけど、あんもたっぷり乗ってるんですよ。しっかりね大盛りなのに飲む系、最高じゃないですか。最近ねたまにあんのがご飯はいっぱいなんだけどあんが少なくて、なんかね飲み物の中華丼を食べさせようっていうね動きがね各地で起こってるんじゃないかって思うぐらいちょっとねあんがないと食べ物になっちゃうんでね、もうね僕は本当飲み物が大好きなんですよ。ラーメン、そば、牛丼だって親子丼だってね、カツ丼だってね、もうつゆだくで飲み物ですよ。中華丼なんかね飲み物以外何物でもないですよねカレーだってそうでしょ。もうねここはねまさに飲み物系の中華丼で僕の好きなやつです。本当にね美味しいんでね、ボリュームもあって、1個でねお腹いっぱいになると思います。あの二郎とか、あの野菜増し増しですごいの食べれる人でなければ、はい、1個で十分だと思います。海賊丼はねそのいろんな海鮮のねあんが乗ってるやつで、海賊ラーメンっていうのもね、その中華丼乗ってるあんがラーメン乗ってるみたいですね。そちらも人気みたいです。あとこちらはチャーハンも人気みたいでね、チャーハンもこの丼にドカーンって入ってるらしいんですよね。でまあ1000円ぐらいするんですけど、そんな量になったらしょうがないですよね。でまあ次回はねチャーハンと、まあ、海賊丼2つは食べれないんでね、どっちか狙ってみようと思ってます。本当にね美味しくてお腹いっぱいになるんでね、こちらおすすめです。ぜひぜひ来てみてください。そしてこちら横浜文体、昔はね昔とかつい最近まで横浜文化体育館といってね、いろんなね格闘技とかいろんな祭典をねこちらでやってて、ね、僕こちらよく、使わせていただいてたんですが、新しくなってから一度も来ることはないですね。そんでねいつも通うたびにこちらにずっと気になったんですよ、このファイヤーバーグさん。僕ハンバーグ好きなんでどうなんだろうと思って、いや今回はねチーズトマト行かせていただきました。こちら以前はライス食べ放題だったみたいなんですけど、まあお米の値段が上がって大変なんでしょうね。ライス一杯だけおかわり無料っていう形になってました。基本的にはソースがねおろしポン酢とかいろいろついてたり、ベーコンのトッピングがついてたりいろいろあるんですけど、なんか聞いたらハンバーグ自体は基本全部同じだっつってましたね。僕こちら来るのにちょっと懸念があって、結構安い、ね、ボリュームの割には安いしと思って、なんかもしかしたらそのなんていうんですか、こう湯煎するようなレンジでチンするようなやつかなと思って怖くて来てなかったんですが、今回食べたらね結構美味しかったです。うん、この値段でこの味だったら全然美味しいなと思ってまた来ようと思います。でハンバーグ好きな人ぜひ行ってみてください。そしてこちらランドマークタワーですね。ランドマークタワーの1階にある洋麺屋五右衛門さんです。こちら有名ですよね。こちらのお店ね実はね昔ビブレの横浜ビブレの1階に今もあんのかな知らないけどあって、中学1年生ぐらいの時ですかね、めちゃくちゃ行きたくて、もうね友達の女の子とね何人かで行ったんですよ。まだパスタなんていう言葉も使ってなく、アルデンテなんかも知らない頃ですよ。スパゲッチって言ってましたからねみんなでね。そしてミートソースとナポリタンと、あのなんだっけ白いやつペペロンチーノ、それぐらいしかない時代です
ペペロンチーノって言ってなかったですもんね。塩味のスパゲティって言ってたかな。そんな時代になんかいろんな種類もあるし、何やらなんか明太バターだかね、ちょっと記憶定かじゃないですけど、明太クリームだったかな、なんか美味しい。あと和風スパゲティなんていうのもあって、めちゃくちゃ美味しいよって言うんで、友達とねみんなで行って初めて並んだんですよ。すごい。ほんで初めてここの食べた時はびっくりしましたね。こんな美味しいスパゲティがあるんだと思って。中1の時なんで、そうですよね、もう40年ぐらいぶりで、まあね、懐かしいからね、前から気になって食べてみたいなと思ってたんですけど、どんなもんかな、あの時の感動を呼び覚ませんのかなと思ったんですけど、違いましたね。感動は全くなかったですね。なんしたらいいのかな、マジで正直な感想を言わせていただいたら、サイゼよりは美味しいかなって感じでしたかね。今回ね、この2種類のランチのセットなのかな、たらこバターとね、なんかキノコとモッツァレラチーズのエビのなんたらってやつ頼んだんですけど、2種類楽しめるっていうセットで1550円、って感じでしたね。でもね、店の雰囲気とかもいいし、まあまあこういうのは好きな方はいいんじゃないかなと思います。まあね、ちょっと懐かしい雰囲気になれたんで良かったかなと思います。そしてこちらベイスターズ通り沿いにある、総集屋さんっていうのかな、哀愁屋さんっていうのか、ちょっと僕分かんないですけど、総集そば屋かな。まあこちらね、朝ねちょっとね、お腹が空いてたんで軽くお蕎麦食べようと思ってね、職場から近いんでね、ちょっと散歩がてらこちらにね腹ごなししに来ました。こちらチェーン店だと思うんですけど、結構美味しいんですよね。しかもその茹で上がりの麺を温めるんじゃなくて、あのビニールからパッて出して温めるようなね、立ち食いそばのスタイルじゃなくて、きちんとね麺茹でてんですよね。だからね、麺の舌触りとか歯ごたえとかも良くて美味しいんですよね。僕立ち食いそばの中じゃね、こちら結構好きなんですよ。その麺のねもちっとした食感とかがね、ちょっと他と違ってね、マジ美味しいです。まあ、この日はねちょっと小腹が空いたぐらいだったんで食べなかったですけど、こちらのカレーとかカツ丼とかいろんなねセットがあるんでね、かなり安く美味しく食べれると思うんでね、ぜひぜひおすすめです。カツオの出汁がビシッと効いたね、醤油の効いた真っ黒なスープ、本当にねスタンダードな感じの立ち食いそばとなってますが、やっぱね麺がね一味違って美味しいんでね、超絶おすすめです。ぜひぜひ行ってみてください。今回はねラーメンでも飲みでもなくてね、お食事どころ、まあラーメンとねつまみ以外も食ってんぞってとこ見せないといけないかなと思って。今回もご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。